たが、今はだんだん自分自身が古い方へ落ち込んでいくような気がする。景色など念頭に置かず、人間が書く、そういうことなの。魂の中から自由に流れ出すからこそ書くということなんだ。
意識していました。あなたへの恋が冷めるなんて私にはできないことだ。あなたを失い、作品がぼつぼつ雑誌に乗り出してから私の人生は耐え難いものになった。受難の道になった。自分の若さが急に摘み取られて、私はもうこの世に90年も生きてきたような気がします。私はあなたの名を呼んだり、あなたの歩いた地面に接吻したりして、どこを向いてもあなたの顔が見えるんだ。私の生涯で一番楽しかったあの時代を照らしてくれたあの優しい微笑がね、私は孤独だ。温めてくれる誰の愛情もなく寒いんです。何を書いてもみんな枯れて、情感がなく暗くなる。いいな、お願いだ、このままここにいてください。お願いだ、リーダー、ビーズをくださいな。今からどこへ行くの？町へ。アルカーディナさん、来てらっしゃる？そう、この木曜日、おじさんの具合が変だったので、私たちが電報で呼び寄せたんです。私の歩いた地面に接吻したなんて、なぜあんなことをおっしゃるの？すっかりヘトヘトだわ。一息つきたいわ、一息。私はカモメ。いいえ、そうじゃない。私は女優。そうよ。自分の信念を持つことができず、私の使命も知らないままだ。私たちの仕事で大事なことは実は忍耐力だったのよ。他の人のことを知り研究することは小説を書くためには必要なんだ。でもあなたは一体どういうふうにそれをしたの？周りの人々、近くにいる知り合いの話を聞く。人間の多様さにも共通なところにも気づくわ。あなたの台本に、私は孤独だというセリフがあったわね。孤独は悪くないのよ。ちゃんとした孤独なら数えきれない人々に巡り合い助けられていたとしても、やっぱり
人でしなければならないことがある。元はよかったわね、こうしちゃ人間、ライオン、ワシ、ライチョウ、その人の目に見えなかった微生物、つまりあらゆる生き物、生きとし生けるものは悲しい巡りを終えて消え失せた。もう何千世紀というもの、地球は一つとして生き物を乗せず、あの哀れな月だけが虚しく明かりを灯している。早く暖かい喜ばしい清らかな生活、優しい花のような感じをか、自分が一人前になるためにニーナにそばにいてほしいと言ったのだろうか。あの頃僕らが恋していたのは本当なんだ。だから今日彼女はここに来た。ここには僕たちの元の生活の跡がある。たった2年前のことなのに、もう遠い一つの時代のようだ。海の上空でカモメは叫ぶ。叫ぶのは仲間に伝えるためだが、カモメの魚の世界への挑戦の声かもしれないし、空から水へ行くための準備の声かもしれない。